サブコリドールロード入りました。うわー、風やばい。風コリドールロードに入った途端この風やばいって。何これ、ですごいなこの道。三重のニュルブルクリンクコリドールロードです。 K4 とかも飛ばしまくりですね。サスペンションをフルに使っとるな。コリドールロードすごいね。超絶回送路やなんか。夜は無法地帯やるなこの道路。ナチュラルに煽っとるからな。コリドールロードいいな。ちょっとこの自然が残ってるからな、ちゃんと。おっとバイクが来たぜ。コリドールロードを楽しむライダーたちよ。寒くないんか。これはお前バイクにとっては最高の道やなこれ。ああ、直線が続くのとアップダウンが多いか。ご覧よこの道、最高だよ。コリドールロードだ。これが三重県が誇るコリドールロードだ。三重県イコールコリドールロード。おっと、なんか走り屋っぽい車が来ている。左からは何も来てない。こういう道って結構事故りやすいですね。あの交差する道ってスピード感覚がずれるから、なんかこう来ててもこう横から来てる車全然そう来てない感じ、距離感がつかめないというかね、それで事故るみたいね。コリドールロードやばいな。最高やなこの道。伊賀コリドールロードか。でもこれ目的に来るのもね、ちょっとなんか変な感じやな。これでも交通量多かったら全然楽しくないやろな。今交通量少ないから楽しく感じるだけやな多分。伊賀コリドールコリドールロード、伊賀コリドールロードって縦横無尽にありますよね。でもさっき通ったとこが、さっき通った山間部の農道が一番いいと思う。伊賀コリドールロードの中でいろいろ通ったけど、あそこが一番いいな。うわ、ボコボコの車あったぞ。なんじゃ今の。あ、でも直らんやろ、どう見ても廃車やんけ。で、どういう運転したらあんなボコボコになんねん。